一体何なのだ。先ほど申し訳ありません。実は先ほどの戦でロキ殿が見せた表情がどうしても頭から離れて迷いと、そして何か紹介殿、オーディンの内定をしていたあなたはロキ殿とも行動を共にされたはずです。そう、これといって思い当たること。しかしなぜそれほどまでに奴のことを気にするんだ。こうなってこのまま別れてはロキ殿と心を開いて話せる機会は二度と訪れない。ならばさっさと。ですがこのような状況で、この私が軍に合流。紹介殿、敗れたロキはゼウスの武器ケラウノスを真田幸村に渡して去った。ロキとの戦いの中で幸村は彼の心に迷いが生じていること、目的のため何か悲壮な覚悟を固めていることを感じ取る。ロキと話す機会はもう二度とないかもしれない。幸村は友と信じる彼を捨て、あれはオーディン配下の者たちか。やはりロキ殿は彼らと合流。幸村、私は君を裏切った。恨んでいるだろうな。ロキ殿はオーディンに付き従う者、それは紛れもない事実だ。しかし私の願いが叶うまであと少し。ロキ殿はオーディンとは別の目的で動いている。そう思えてならないのだ。なればこそこのままロキ殿を放ってはおけない。ロキ殿が貫こうとしている思い、それが何なのか。去り際のロキ殿の表情。
まるでもう二度と会えなくなる。一体何をやり遂げようとしているのか。ロッキともを探し出し真意を問わねば。敵の中にはロキ殿の行方を知る者もいるはず。確かめねば。なんだ、射撃か。撃てろ。ロキだと知らないな。私が出よう。撃てろ。まだまだだね。まだまだだね。と思っておりました。貴様、敵軍か。のこのこ入り込むとはいい度胸だ。お答えいただこう。俺の手の血の血心を知るしかないか。ロキは中央の拠点にいるはずだ。さっきそちらへ向かうのを見たからだ。まだ知らぬロキ殿はかたじけない。
雪村、まさか私を追ってきたというのか。雷神が雷ずし味わえ、騒がしいと。そんな騒ぎの数でここまで乗り込んでくるとは。上手な上手怪物ども、奴らを始末し、立花が出よう。できない。ならば怪物ど侵入者を迎えよ。イカズチ、私が出よう。私を支えよ。できてよかった。あなたともう一度話がしたかったのです。ああ私もだよ。私が出よう。だが今はこの状況をどうにかすることを考えよう。どうやはり裏だ。オロならお前にも絶望を与える。
校の力生きて帰れると思う。私が出よう。立花が出よう。この数の怪物とても相手にはできない。甘い。敵の少ない道を選び父を抜け出そう。はい、共に参りましょう。ロキ殿。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。僕に任せて。まだまだだね。僕が倒して。比べればいつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。まだまだだね。さすがです。まだまだだね。あなたならばと思っておりました。まだまだだね。花が出よう。怪物が。だが我らの力を合わせろ。必ずや。ああ、雪乃、君と私ならきっとこの土を切り抜けられる。どうしてそんなに賢明でいられるのか。目障りなのだよ。早々にお引き取り願う。折れる牙よ。見せろ。僕に任せて。まだまだだね。僕が倒したよ。
け引きの妙、見せてやろう。まだまだだね。まさに無双と呼ぶにふさわしい力だ。オーディンが危機として飛びつきそうだ。さすがです。あなたならばと思っておりました。立花が出よう。えい、無駄だオーディン。もうその手は通じる。三大兵家中の殿達押してまいる。雪村、あと少しだ。ここさえ抜ければなんとか逃げ切れる。ロキ殿と二人なら必ずや。さあ共に参りましょう。そう簡単に逃がすと思うのか。さあ滅び。僕と一緒に戦ってよ。いいよ。ここまでだな。諦めてはなりません。いかなる死地にあろうと決して望みを捨てず前を向く。活路とはそのようなものの前にこそ開かれるものだと私は信じています。雪村、たとえこれが最後になったとしても私は君を友と呼べて嬉しく思う。さあこっちへ来なさい。世界に新たな道を切り開くのよ。これでいいよ。雪村、よかった。怪我はないようだな。それにロキ殿も。ここは金継ぐ殿。私があなたたちをここへ呼び寄せたの。ありがたく思いなさいよね。君はロキ殿。私はオリュンポスの神ガイア。人間たちの言葉で分かりやすく言うとゼウスの祖母ってとこね。あ、でもおばあちゃん扱いは絶対禁止よ。降臨早々一仕事やってのけるとは、さすがはガイアよ。わざわざ一度肉体を捨てて融合世界の外へ迎えに行った甲斐があるという。肉体を捨ててガイア殿を迎えに。もしや以前アレス殿に撃たれたのは全てその計画のうちだったのですか。いや、さすがに息子の裏切りまでは予想外。その策が図らずも今実を結ぶ。まあそうだな。ケラウノスを奪還したおかげで
わしの肉体には再び力。まだやや理解の至らぬところがありますが、おかげで助かりました。感謝。ああ、その説明がまだだったわね。昔オリュンパスのだけど、今回はその方が好都合だったわ。完全な姿じゃきっと異界に入り込めなかった。とにかくガイア、実にいい時に来てくれて、私も今しがた王に協力だと。まさかガイア様はロキに力を貸していたのですか。やはりそうであったか。予想はできていたが、他のものは詳しく知りたいだろう。そもそもオーディンの危険な動向について、ロキはこの異界が生まれる前から気づいていたの。彼から話を聞いた私はすぐにロキとゼウスの本物の各々方一大事よ。オーディンめ、早々にガイアの降臨を戦場を